こんばんは、藤本博史です。前回のラジオ動画第242回目の動画にいただいたコメントを読んでいきたいと思います。はるさん、いつもありがとうございます。藤本さん、こんばんは。毎週動画投稿お疲れ様です。ワンプリ第1話、思わず泣いてしまいました。いろはちゃんが出かける間、寂しそうにしていたり、ガルガルに怯えながらも精一杯勇気を振り絞っていた、いろはちゃんのために立ち向かう小麦ちゃんの姿があまりにも涙腺に響いて、小麦ちゃんが主役であるとはいえ、言葉を話せない犬ということで、第1話はいろはちゃん目線で物語が進むかと思っていましたが、こんなに小麦ちゃんの心情にフォーカスを当てた話になるとは思いませんでした。肉弾戦闘がしばらくなさそうだったり、敵幹部の影が見えなかったりと、ワンプリもいろいろ斬新ですね。だからこそ20年もプリキュアが続いてきたのでしょう。今年も非常に楽しみなシリーズになりそうです。早くも第2話が待ち遠しいですね。そして藤本さんのラジオ動画の構成もどのような感じになるのか楽しみはつきません。次回のラジオとワンプリを楽しみにしていますとコメントいただきました。ありがとうございます。はい、ということで、ヒロプリが終わり、今週からワンプリが始まったということで、まあこのラジオ動画は新規一点ということは基本的にないかな。ラジオ動画の内容はほんとんど変わんないと思うんですけど、サムネイルが変わっていると思います。自分今この録音してる段階ではまだちょっとラフを見せていただいてる段階なんですけど、多分ラジオ動画が上がってる頃にはちゃんとサムネイル完成してると思うんですけど、めっちゃ良くない？サムネイル自分好きなんですよ。この立川さんっていう方がね、書いてくださってるんですけど、このサムネイルのタッチ、この自分立川さんのこの絵のタッチがめちゃくちゃ好きで、頼んでよかったなと、お願いしてよかったなと思っております。うん、次回以降もサムネイル含め楽しんでいただけたらなと思うんですけども、ワンプリですね。始まりましたね。第1話めちゃくちゃ良かったですね。いや、本当にこの春さんがおっしゃる通りなんですけど、まさかまさかの小麦ちゃん視点、まあ、犬ちゃん視点なんですよね。自分も、まあ、てっきり、まあ、いろはちゃんっていう、まあ、飼い主がいるわけだから、言葉を喋る、いろはちゃん目線で進んでいって、で、まあ、小麦ちゃんが変身、キュアワンダフルっていう感じになるのかなと思いきや、いや、喋らなくても伝わるもんですね。すごいね。やっぱあれはアニメーションという絵の力、そして声優さんの演技の力、まあ、いろんな演出とかもあるんでしょうけど、やっぱ改めてこう、アニメーションの凄さ、プリキュアの凄さというのが分かった1話でもありましたね。めちゃくちゃ良かったね。なんか、やっぱ言葉を喋らない犬ちゃんでもさ、表情一つでどういうことが考えてるのかってわかるし、特に最後のさ、やっぱ小麦ちゃんがこういろはちゃんの助けに入るっていうところでワンワンって叫ぶシーンがあるんですけど、そこでまあ回想でね、思い出がフラッシュバックするみたいなものがありましたけど、あそこで何を喋ってるのかわかりますもんね。まあどんどんちょっと日本語にフェードインしていくような描写はあったけど、それ以前からちゃんと何喋ってるのかすごくわかるのが、いや、すごいなぁと思って。いや、なんかこう、そういう意味でも斬新で、いや、改めてすごいシリーズになりそうだなぁという実感が湧いてくる1話でしたね。うん。なんか他にもなんか敵幹部っていうものが全然見えないっていうのもあるし、いろいろ新しいことも多分やってくんだろうなぁという、すごく楽しみ、ワクワクが増えていく。第1話で来週以降もな、どんな感じになっていくのかな、非常に楽しみですね。うん、という感じでございます。まあ今週ワンプリ始まったということで、そこら辺のお話たくさんしていけたらなと思います。ということで今回も始めていきましょう。はるさん、ありがとうございました。ということで、第243回目のラジオ動画ですね、始めていきましょう。改めまして、藤本博史です。この動画、このラジオ動画、このラジオ番組はですね、プリキュアが好きな大人、通称大きなお友達という存在に向けて作っているラジオ動画、ラジオ番組でございます。プリキュアっていう番組はそもそも小さな女の子、男の子のために本来あるべき番組なんですけども、それにハマってしまった大人、通称大きなお友達と呼ばれる存在の我々はですね、なかなか肩身が狭いというのが現状でございます。まあ当たり前なんですけどね。
なのでそんなせめて大きなお友達界隈に向けてこのラジオ動画作っております。皆さんからの意見を募りまして、それを自分が紹介していく、また自分自身藤本博史の意見もたくさん喋っていこう、そんな感じの趣旨のラジオ動画になっております。ということで、いや、ワンプリが始まったり、まあこのラジオ動画もね、立ち風さんという素晴らしい方が描いてくれた素晴らしいイラストを迎え、ラジオ動画も少しリニューアルしたのかなという感じの今週なんですけども、すいません、コメントを紹介する前に一つプリキュア関連で自分の悲しい出来事を喋らせてください。コメント紹介じゃなくなってしまうんですけど、ちょっとフリートークさせてもらっていいですか。これちょっとここで吐き出さないと自分の中のモヤモヤがちょっとね、なくならなくて、まあ、TwitterX ではもう喋ったことなんですけど、先日、全プリキュアライブというものがありましたね。まあ、察しのいい方はもう気づいてると思うんですけど、まあ、素晴らしいライブであったと、まあ、2days やって、現地に行かれた方もコメントしてくださいましたよ、このラジオ動画に。本当に羨ましいなと、現地に行かれた方羨ましいなと思いながら、見ていたんですけども、まあ、ありがたいことに、アーカイブ配信チケットというものを購入すればですね、まあ、映像媒体で見ることができるよということで、もう自分はそれをすごく楽しみにしていたんですよね。うん。で、まあ、2月1日までがアーカイブ視聴期間なんですよね。だからそれまでになんとかして、まあ、自分ちょっと今、いろいろありがたいことに仕事に追われていて、なんとか仕事を片付けて、2月1日までに全プリキュアライブを見ようと、まあ、仕事を頑張っていたわけですね。うん。で、来たる2月1日の、夕方頃に自分は、なんとか仕事を終わらせて、わ、終わった、やっと全プリキュアライブ見れると思って、午後5時ぐらいかな、そのぐらいに、まあ、もうここまで来たらもう全力で全プリキュアライブを楽しむしかないと、まあコンビニに行ってですね、つまみと酒を大量に買い、もうこれで見る準備万端だと買い出しをしましてですね。そしてまあ風呂に入り、もうほかほかですよ。もう体も浄化され、そして晩飯を食い、まあちょっといい感じに腹八分目なところで、まあここからおつまみと酒も食おうかなという感じで自室に戻りですね。自分の部屋に戻り、さあ、全プリキュアライブを見ようと思って、チケット購入をしようと思ったわけですね。まあ察しのいい方はもう気づいてると思うんですけど、全プリキュアライブですね。アーカイブ視聴期間は2月の1日の23時59分までなんですよ。まあギリギリまで見れるよってことだったんですけど、それとは別に、チケット購入期限というものがございましてですね、自分それ全く知らなくて、チケットはこの時間まで買えますよっていう時間があったんですよ。で、それが2月の1日の18時00分だったんですよ。見れなかった見れなかった、全プリキュアライブ悲しい、本当にもう全プリキュアライブ見れなかった、本当に。TwitterX でも情報は言われてたんですけど、これ円盤化される予定ないんですよ。映像媒体で残る予定が今のところないと、可能性ないわけじゃないと思うんだけど、今のところ DVD ブルーレイになる予定はないよということがもう発表されていてですね、もうそれもあったから、もう何としてでも見たいと思ってたんですよ。あの時もう5時ぐらいに仕事終わって、あの時すぐにチケットを買ってれば、6時までだったからチケット購入は、あそこで調子乗ってコンビニ行かなければ間に合ってたのにいやだからもう見れなかったんですよ、自分全プリキュアライブ。本当にもう見たかった、見たかった、本当に見たかったうん、だからもうその時はもう虚無ですよ。もう手元にあるのは、買い出ししてきた酒とつまみがあるだけ、見るものが何もないということで、もうその日は焼け酒をしましたね。本当にもう、頭痛くなるまで飲みましたね。本当にもう、2月1日の夜の出来事でございました。いや、本当にね。あの日は確かね、ヒロプリの最終話を、リピート再生しながら焼け酒をしてましたね、確か。悲しい。本当に。どっかで、もう奇跡的に映像媒体残ってくんねえかな。本当に。はい。という、フリートークでございました。悲しい。これはちょっと吐き出さずにはいられなかった。本当に。ご清聴いただきありがとうございました。ということで、ちゃんとコメント読んでいきたいと思います。メリーアンさん、いつもありがとうございます。
ワンプリがとうとう始まりました。やはり、初変身に至る過程は熱いですね。見事なプリキュアでした。ワンプリはペットと飼い主の関係性を重視している作品ですね。飼い主であるイロハちゃんが出かけるシーンの、小麦ちゃんの心理描写が泣きます。我々はこの小さな家族に毎日どれだけ寂しい思いをさせていたのか、いや、分かってはいるんです。分かってはいるものの、改めて描写されると辛いものがありますね。今回私がこのワンプリという作品で一番驚いたのは戦闘シーンです。初手のバリア発動による反動以外、バトルらしいバトルをしていないんですよ。ジャンプによる回避、また回避、和音挙句は追いかけっこ、犬だワンダフルの一挙手一投足は犬そのものだ。パンチもキックも高速技もない。ガルガルを抱きしめての浄化。敵にダメージを与えないこのスタイル。これは新しい。戦闘らしい戦闘をしないプリキュアって他にはキュアエコーちゃんぐらいしかいないですよね。次回、フレンディー加入後のバトルはどうなるのか。これはかなりワンプリから目が離せないですよとコメントいただきました。ありがとうございます。はい。ということで、ワンプリの話に戻りたいと思うんですけども、いや、本当にワンプリ斬新でしたね。オープニングトークでも言った通りなんですけど、本当になんか、まあ、犬ちゃん視点という新たな、本当に新しいプリキュアだなというところがあったんですけど、まあ言った通り、小麦ちゃんのその心理描写が本当にすごくて、言葉を喋らなくても伝わるもんだなというのが本当に素晴らしいっていうのもあるんですけど、まあ改めてこの、ペット視点っていうのが、ああ、そういう思いさせてたのかもしれんなというのが本当に、来るものがあって、何を隠そう自分もお家にね、大事な小さな命、家族がいるわけですよ。まあ猫なんですけどね、うち猫がいて、すごく可愛い黒猫ちゃんなんですけど、いや本当にね、まあ猫は犬よりまあちょっとね、我が道を行くなところはあるので、そんなに寂しいところはないのかなとは思うかもしれないけど、でもやっぱり断るごとにね、すり寄ってきたり膝に乗ってきたりする生き物なので、うちにいる猫ちゃんは本当になんか、もしそういうね、なんか日本語を頭の中で脳内変換させたら、そういうことになってるのかななんて思っちゃったりすると、すごく寂しい思いがあるし、それこそ、うちの猫今15歳で、ちょうど今月2月の末で、16歳になるんですよ。もうだいぶご高齢で、人間に換算すればもう80代、90代ぐらいかな。本当におばあちゃん猫なんですよ。だから、まあ、寂しい話をすると言ってしまえば追い先短いわけですよ。本当にまだまだ元気だけど、目指せ20歳と自分は思ってね、いつもね、生活してますけど、やっぱりどうしても先が見えてくるっていうのもあるから、今のうちにいろいろ可愛がってあげなきゃなっていうのがあって、なんかワンプリ今年ね、1年通してうちの猫にもすごくより一層愛情が湧くシリーズになりそうな感じがして、すごくワンプリ1年楽しみだなと思います。なんか犬猫に関わらず、やっぱりペットを飼ってる方って多いと思うし、ペットを飼ってなくてもやっぱり動物が可愛いなって思う人はたくさんいると思うんですよ。だからそういう意味でもワンプリって本当に素敵な魅力的なお話シリーズになるんじゃないのかなと思って、すごく心が豊かになる、ポカポカする、そんなシリーズになるんじゃないかなと思って、めちゃくちゃ楽しみですね。とは別にですね、この、メリーアンさんもおっしゃってるんですけど、戦闘描写ですね。自分はプリキュアシリーズの戦闘描写大好きマンなんですけど、いや本当にこれもまた斬新ですね。まあ敵も動物であると、まあめでるべき存在であるっていうところで、多分殴る蹴るの描写は基本的にないんじゃないのかなというのが、こう明示された1話でもあったのかなと思いますね。なんか本当にこうめでるように浄化するっていうのが新しいし斬新だし、見てて面白いんですよね。やっぱでもあれを戦闘シーンと言っていいか分かんないけど、でも全然物足りなくない楽しいシーンになってる、かっこいいシーンになってるんですよね。いやあれは本当に面白いなって思うし、だからこそやっぱりバリアっていう、しかもなんかちょっと柔らかそうなバリアだったんですよね、あれが。またやっぱピンクプリキュア主人公キュアで、バリアキュア、縦キュアっていうのも面白いし、なんかそういう面でも斬新な戦闘シーンを見せてくれるんじゃないかっていう、すごくそういう意味でも自分楽しみな一年になりそうですね。どんな感じになるんでしょうね。
確かにオープニング映像を見ても戦ってはいるんだけど、殴る蹴るはしてないんですよね。抱きしめたりして浄化してる描写がオープニング映像でもあったりするので、いや、どんな感じになるのか非常に楽しみですね。そういう意味でも本当に優しい素敵なシリーズになるんじゃないのかなと思って、めちゃくちゃ自分は期待大ですね。うん、やっぱもうガッチガチの肉弾戦自分好きなんですよ。やっぱりスマイルプリキュアから好きになった人間としてはそこら辺はやっぱり避けては通れない道なんですけど、でも自分は全然1話は全然不満はなかったな。本当に素晴らしい1話だったので、めちゃくちゃ良かったなと思いますね。来週以降どんな感じになるのか楽しみですね。いや、小麦ちゃん良かったな。小麦ちゃんが良かったし、でも自分すごく良かったのが、まあ来週キュアフレンディーになるであろう、まあね種崎敦美さんですよね、声優さんの。これが本当にすごいなぁと思って、あの、自分声優さんの演技とかは全然詳しくないんだけど、いろはちゃんの声優さんである種崎敦美さんの声優としての演技が素晴らしいなと自分は思っちゃって、いや、そこら辺も含めてやっぱね、まあアーニャとかフリーレンとかやってますけど、やっぱそういうビッグタイトルの声優さんをやるっていうのはやっぱりそういうところ理由があるんだなぁなんて思ったりして、そういう意味でもいろんな面からワンプリすごく楽しみだなと思いますね。うん、めちゃくちゃ楽しみです。ということで、メリーアンさんありがとうございました。はい、ということで次のコメント読んでいきたいと思います。ミッチーさん、いつもありがとうございます。藤本さん、毎週動画投稿お疲れ様です。ワンプリいよいよ始まりましたね。犬が変身するプリキュアが主人公という特殊性がかなり話題になっていましたし、実際見てみると肉弾戦や必殺技を使わない戦闘はびっくりしましたが、ストーリーはとてもプリキュアらしい正統派な導入だなと思いました。第1話に関してはヒロプリがいかに特殊だったか逆に思い知った感じです。全体的な雰囲気は第1を見た限りですと、ヒープリとかプリアラに近い感じだという印象です。個人的には猫屋敷まゆさんが、ですね、麗しい見た目に反して人見知りっぽいというのが気になります。デパプリの初期ココネちゃんが似たような感じでしたが、どのような物語を経て小麦ちゃんやいろはちゃんと打ち解けるのか、はたまた打ち解けないのか楽しみです。まさかプリキュアになったりしてね、かっこ棒読み。そうですね、なるのかな、わからないけどな。自分は皆目見当もつけませんけどね。藤本さんの感想も感想動画をお休みされた、分大いに語っていただければなと思います。ではお体に気をつけて引き続き頑張ってくださいということなんですけども、はい、引き続きワンプリのお話なんですけど、いや、いろいろ特殊だなという感じではあるんですけど、そうなんですよ、このミッチーさんもおっしゃる通り、第1話を見た限りだと結構構成としては王道展開なんですよね。平和に始まってピンチが訪れて、そのピンチを平和に戻さなきゃ、なんとかしなきゃって言って覚醒するっていう流れは、まあ王道展開ですごくスッと肩にはまる感じがあってすごく楽しかったし、やっぱりそういう王道展開を見せられると、やっぱヒロプリってすごかったんだなっていうのもあるし、でもワンプリもすごいな、楽しみだな、これから楽しみだなっていうのもあるんですけど、いやー、ちょっと今までね我慢してたんですけど、そうなんですよ、あの、今週ね新たなキャラクターが第1話出てきましたけども、まゆさんですね。よかったっすね、まゆさん、本当に。まあプリキュアになるのかな、全然皆目見当もつきませんけど、めちゃくちゃいいね、あのキャラクター性、自分好き、今んとこ推し本当にもう露骨で申し訳ないんですけど、ああいうキャラクター大好き。あのデパプリの自分ココネちゃん好きなんですよああいうキャラクター性好きなので、あんなに麗しい見た目に反して人見知りっぽいっていうのが本当に自分は結構
来るものがあって。めちゃくちゃいいし。あとやっぱりさっきも言った通り自分猫飼ってるんで、まあゆきちゃんっていうね、猫を飼ってるっぽいっていうのもあったし、白猫可愛いですね。その猫と人間のあの上下関係のね、描写もいいよね。やっぱこの主人公側のさ、やっぱ小麦ちゃんの、やっぱり、すごく妹感というか従順な感じもすごく可愛い素晴らしいっていうのはもちろんあるんだけど、やっぱ猫ってそうだよなっていうのも改めて感じる。あの描写めっちゃいいよね。やっぱ猫ってさ、我が道を行く生き物だし、犬とは違ってね、やっぱ猫ちゃんってやっぱり人間に飼われているっていうよりは人間の上位存在なので、猫って猫の住んでる家に我々人間は住まわせていただいている存在なので、我々人間はっていうような、そういうね存在なので猫ってね。やっぱあの関係性も素晴らしいし、いや、まだちょっと皆目見当もつきませんけど、もしかしたらあの猫ちゃんがもしかしたらプリキュアになるんじゃないかなっていう、もねもしなるんだとしたら本当にそれはすごく楽しみだなと思いますね。やっぱ猫のプリキュアといえばさ、キュアマカロンが出てくる方多いんじゃないのかなと思いますよ。まあオールスターズ F でも非常に大活躍でしたけども、やっぱキュアマカロンも自分大好きなので、どういうね、あの猫ちゃんが今後活躍していくのか、そしてあのまゆさんというキャラクターがどういうこれからストーリーを歩んでいくのかというのもすごく楽しみだし、それも含め今んとこそのワンプリの主要メンバー4人なのかなっていうのが、すごくこれからどういう化学反応を起こしていくのかもすごくすごくすごく楽しみですね。なんかキャラクター性としてはさ、なんかこうキャラが被るプリキュアなんて、まあ大前提としてみんなね個性が尖ってるけど、やっぱ方向性が近いキャラクターはいるわけじゃないですか。それこそこのまゆさんとここぬちゃんっていうのがちょっと似たような方向性を向いてるキャラクターではあるわけじゃないですか。まあ掘ってみれば全然違うキャラクターっていうのは多分これから明らかになっていくとは思うんだけど、でもやっぱりそれとは別にやっぱ動物っていうのがワンクッション入るとよりおもろいですね。なんかすごくそこら辺がすごくワクワクさせられる1話でめちゃくちゃ良かったなって思うし、動物人間で言うとあと一つ1話でポイントありますね。サトルくんですね。まあまあおそらくイロハちゃんにほの字であろうサトルくんというメガネイケメンイケボ男子が出てきましたけども、まあ鏡石っていうね、まあおそらく今回ワンプリのまあキーアイテムになりそうな鏡石っていうものを深く興味を持つ男の子が出てきましたけれども、でまあウサギを飼ってるというね、この共通点ね。まあめたい話をしてしまうと追加戦士というものが脳裏をよぎるわけですよね。サトルくん追加戦士候補なんですよね。全然そこは疑わないんですよ。やっぱ翼くんっていう素晴らしい前例があるからこそ、サトルくん追加戦士かもっていうのが全然違和感なくね、あるんですよね。翼くんの功績はでかいなと思うんですけど、でも一緒にいるウサギちゃんもねプリキュアになる可能性あるしね。どう、いやーでも二人同時追加戦士もあるんだよな、前例が。それこそハムプリで、いやー6人体制になるのもめっちゃ楽しみだな。なるとしたらね、全然妄想の話ですけど、6人体制も全然ありえるしね、過去のねプリキュアシリーズから言うと全然ありえるから、いやーそこら辺含め楽しみですね。敵幹部もね全然出てくる気配が今のところないので、よくね敵からね味方に転生するプリキュアなんていうのもいますけど、今のところその可能性はないので、まだまあ1話段階ですけどね、まだっていうのもあるから、いやどうなっていくのか楽しみですね。やっぱ飼い主とペットっていう、まあ
ね、家族のような、まあ家族ですよ。家族の信頼関係があるからこそ、今のところワンプリって4人ですけど、4人チームではあるけど、2人はプリキュアが2組あるっていうような感じの構図になるんでしょうね、おそらく。なんかそれもね、すごく新しい見せ方で面白いし、いやー、どんな感じになるんだろうな、非常に楽しみですね。うん。いやー、おもろいね。やっぱこの時期のプリキュアっておもろいわ。やっぱりまあ1年通しておもろいんだけどさ、やっぱ始まったばっかで何もかもが新鮮っていうこの2月今の段階、すごくワクワクする。やっぱプリキュアファンとしては嬉しい月ですね、2月って。うん。まあ2人やプリキュアがね、始まった月も2月ですからね、プリキュアの日って言って、大々的にね、プリキュア新年なんても言いますけど、いや本当に楽しい今、瞬間を過ごさせていただいております。プリキュアありがとう、東映アニメーションありがとう、ワンプリありがとう。今のところ自分の推しはまゆさんかな、今のところね。王道展開、自分大好き人間なので、やっぱピンクプリキュア主人公好きになる傾向はあるんだけど、今のところまゆさん推しかな、うん、という感じでございました。ワンプリめっちゃ楽しみですね。ということで、ミッチーさんありがとうございました。はい、ということで、ではでは今回はそんな感じで終わっていきたいと思います。まあ感想動画という考察動画をお休みしてしまっている現状なんですけども、まあラジオ動画はこんな感じで元気よく毎週続けていけたらなと思います。まあサムネイルもね、一新しましてですね、楽しくやれている自分がいるので、楽しく来週以降もやっていけたらなと思います。うん。まあ感想動画代わりにいろいろ喋れたのは自分すごく楽しかったですね。今週ゆる考察的なことは今週喋れなかったけど、今さらっと言うのであれば、やっぱ鏡石かな。あれ気になるよね、鏡石。鏡って考えると表裏一体的な意味、裏の世界、別次元の世界、鏡石を通してガルガルが生み出されてる別の世界に行けるみたいなことを今妄想したりしましたけど、そこら辺も含めどんな感じになっていくのか楽しみですね。うん。ということで、このラジオ動画はですね、毎週木曜日夜8時、20時に投稿してるんですけども、収録録音してるのは3日前の月曜日が最近は多いので、できれば月曜日までにコメント残していただければ、紹介できる確率をアップするのかなと思いますので、よろしくお願い申し上げますということで、ではでは今回はそんな感じで終わっていきたいと思います。いろいろ新しくなってますけども、ワンプリ含めね、いや来週以降も楽しみですね。ということで、また来週のラジオ動画でお会いしましょう。今回の動画のお相手は藤本博史でした。ではでは。